さあ、始めようか。そう言って彼はアリスをベッドに押し倒しました。キャー。それから彼はアリスの服を脱がせて全裸にさせました。見ないでください。うわ、綺麗なおっぱいだね。乳首もピンク色で可愛いよ。アリスは自分の裸を見られていることに恥ずかしくなり、顔を真っ赤にして目をつぶりました。しかしそんな彼女の反応を楽しむように彼の指先がちぶさに触れてきます。お、柔らかいし弾力もあるね。それに感度もいいみたいだし。やめてください。ダメだよ、これから気持ちいいことをするんだから。ひょん。おっぱい触られただけで感じちゃったのかな。違います。彼は立ち上がり、ズボンとパンツを脱ぎ捨てました。そこにはすでに勃起したペニスがありました。さあ、そろそろ本番を始めようか。そう言うと彼は自分のペニスをアリスの顔の前に持っていきました。ひほら、これが今から君の中に入るんだよ。そう言われて恐怖を感じたアリスは逃げ出そうとしましたが、すぐに捕まってしまいました。そしてそのまま押し倒されてしまいました。やだやだやだ、往生際が悪いな。おとなしく受け入れてよ。そう言って彼はアリスの中に挿入しようとしましたが、なかなか入りません。そこで彼はアリスの両足を持ち上げて広げ、そこに自分のペニスをあてがいました。ぐっ、きついな。だが悪くない締め付けだぞ。ズクッ、ヌチュヌチュ、グポッ。しかし彼が挿入していたのはアリスではなく拓也でした。なんだお前は。え、何のことですか。とぼけるんじゃねえ、ここは俺の部屋だろうが。違いますよ、僕はあなたの恋人ですよ。ふざけるな、俺は女にしか興味がない。本当ですか。実は僕、あなたみたいなイケメンがタイプなんですよね。拓也は舌なめずりをしました。嘘をつくな、貴様のような変態は好みではない。大丈夫です、ちゃんと可愛がってあげますから。いや、やめ。さあ、たっぷり楽しみましょうね。そう言って拓也は唇を重ねます。うん。あまりにもひどい口臭に青年は気絶しそうになりました。アリスちゃん、今から俺がこの人を犯すから見ててね。拓也はズボンを脱ぎ青年に襲いかかりました。青年は必死に逃げようとしていますが、拓也の力にはかなわず組み伏せられてしまいました。拓也はそのまま青年を押し倒してしまいました。うほ、いいケツっす。拓也は興奮しながら言いました。いやだ、助けてくれ。うるせえ。それから拓也は青年の服を脱がし始めました。やめろ、俺はホモじゃない。うるせえ、黙れ。拓也は青年の口に自分のチンコを突っ込みました。青年はあまりの苦しさに暴れていますが、拓也はお構いなしです。それ行くぞ。うぶうぶうぶ。拓也のピストン運動はどんどん激しくなります。拓也が絶頂を迎えると同時に青年の喉がごくりと動きました。よし、飲んでくれたね、えらいね、ありがとう。じゃあ俺はこれで帰るからね、また来るね。拓也は満足げに言いながらアリスと一緒に出て行きました。